添田圭一郎添田圭一郎から1953年10月20日は日本の内務官僚、政治家、衆議院議員、埼玉県知事、山梨県知事、山形県知事などの要職を歴任した。オバマ県を入軍に室村に、旧オバマ藩市、福井県大井郡長、滋賀県神崎郡長を務めた、添田良平の長男として生まれる。第三高等学校を経て、 1898年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業。東京帝大では、市聞き特労の下で学んだ。同年7月、内務省に入省し内務属、諸務局地理科勤務となり、同年10月、兵庫県属、内務部第一課勤務に移動。同年12月、文官高等試験行政科試験に合格。以後、大分県警察部長。 熊本県事務官第4部長、山梨県第1部長県第3部長、同県内務部長、滋賀県内務部長などを歴任。1913年6月に埼玉県知事に就任。県政の能率向上に勤めた。1914年6月、山梨県知事に転任。軍人遺族救護資金管理規則、水害理災者救出資金管理規則を制定。 1916年4月、山形県知事に転任。1917年12月、内務省地方局長に転じ、1920年10月、伊岸面本館となり退官し、協調会場無理事に就任。その後政界に転身し、1923年5月、第14回衆議院議員総選挙の山形県第1区補欠として当選。 さらに1928年2月の第16回総選挙で福井県選挙区に立憲民政党から出馬し当選。その後、第21回総選挙まで連続6回の当選を果たし、1945年まで衆議院議員を通算7期務めた。この間、1934年、岡田内閣の文部政務次官に就任し、その他、立憲民政党総務を務めた。 1946年に公職追放となり、1951年に追放解除となった。他に住宅営団理事長、協調会会長などを務めた。1953年10月20日死去。母所は青山霊園1-2から6。同母には父の良平、弟の茂も眠る。ありがとうございます。